結構何日もかけて、やってるわけなんですが、私も今回参戦させていただくということで、どうでもいい無人島の衣装で来ました。でまあ現在の惨状がこちらですね。これをねちゃんと人が住んでるぐらい綺麗にしなくちゃいけないっていう、ちょっととんでもない任務を任されておりますので、早速綺麗にしていきます。きついなこれマジで、めちゃくちゃやこれ。大丈夫かカメラマン。いやー本当どうすんのこれもう半回ぐらいの勢いですけどね。でこれが見えますかね。一応井戸がねこれなんですよ。見えないです。見えるかな。井戸がもうねこのトタンの下にあるんですけども、ここもまあちゃんと使えるような状態に、今日していきます。はあ、こんなんもう業者の仕事ぐらいで、この辺の道とかもね綺麗にしてくるんでやっていきますか。やりました。さっきのこのねこのあれですよ、見てもらえば分かると思うんですけど、ちょっとカメラマンと協力して頑張りました。いやーもうねほんと映しちゃえお前。あとこの辺ちょっとイノシシとねヘビが出るらしくて、今はこの辺の撤去作業やってるんですけど、いつヘビが出てくるかっていうことにひたすら怯えながらやってますね。現場から以上です。みんな中国人持ってきた。あと行けなかったらあれ、あの色、あれ、あのぐらい。どうですか。その黄土色の。黄土色の。ああ。こっちじゃちょっと。こっち旅館っぽいっすよね。そうそうそう。こっちじゃ五個持っていこう。これなんだけど、これ夏だから冬は。これ使わない。言われてみればって感じですね。確かに。あれでいいと思う。あんた。高い。高い。というわけで、これ見てくださいよ。まあこんなの後でまあがっつり見せるんですけど、こういろいろこうね小道具とかも買ってきたんですよ。はい。でこれ今からこの空き家になったこの家に入れてセットとして完成させますよ。人が住んでたっていう感じにしますよ。いやー長かったっすねここまで。長かった、はい、でもまだ全然終わってない。裏の完成図撮ったっけ。撮ったよね。一応見ます。何を。裏やったんですよ僕とカメラマン的の。あ、そう、はい、じゃあ、見るか。なんでちょっと嫌々なんですか。お前は免許もすら持ってないから簡単な仕事に参入できなかった。おぉどうよ。
すごい。やばいでしょ、これ。ちょうどいい。ちょうどいい。やばい時代のやつも撮ってんだよね。はい、ちゃんとやばい時代もあれも、ここに途端ありましたからね。確かに。ここも壊れるよ。すごいね。やっぱ井戸が。井戸もあって。これはですね、昨日飲んでた生茶ですね、すいません。おい。これ4日目に西尾さんが何か落としたくだりとかあるんですか。西尾さん落ちてほしいですけど、なんか調子よければ。朝いなくなった西尾を探し回るとって、こっから1枚、2枚って西尾が。というわけで、まあまあまあ引き続き作業しますか。破片あるぞ。重いです、怖いです。さっきの爆発の件があるからな。爆発されてなかったんすか。されてるわけねえだろ。多分あれだよな、破片が。そうそう、あのさっきね、間違えてスプレー缶を入れたらね、あの大爆発してしまいまして。マジでビビった。マジで怖いんだよね、今。ここぐらいまでちゃんと爆発してた。爆発してた、マジで。マジで怖えわ。やばい匂いしてきたぞ。俺らにはまだ早かったよな。運び入れますか。行きましょう。まあ、これがメインの多分ちゃぶ台の宅だから絶対怒るわ、これ。まあでも、これイメージわかってるな。やばい、全部粘土ついてる。え、しかもこれあれやん、綺麗に剥がせないタイプ。シール、あのブックオフの、ブックオフタイプ。そうですね、確かに。ブックオフなんとかした方がいいよ。あのシールにあの剥がすやつ買わなきゃいけないやつやん。食器でこれ最悪ですよ。というわけで、ないやつっつ。というわけで、ちょっと開けてみたいと。おお、すごい。これはあれですか、レコードを流すやつです。レコードです。すげえ。これはね、あの、すいません、あの刺さってるレコードのタイトルが勇敢なる日本兵って名前ですけど、あ、これすごいんだよ。このね、曲はね、うん、あの品川の駅、うん、今の日本の、うん、あの駅が開通した時に流れてた曲なんですよ。へ、うん、品川駅のテーマみたいなことです、要するに。で、これが流れてた当時の、うん、日本っていうのは、まあ、まあまあお金がなかったんで、はい、日本人はこの曲を聴いて頑張ろうみたいな、勇敢なる日本兵で奮い立つそうですね、と思った人もいるらしいです。みんながみんなじゃないですよ。断定される言い方してましたけど。で、このこれを何、これここに横につけるの。へえ。で、これをこう回すのよ。したらもう、で、これを、あ、まだこれをこうして、あ、それよくある、ジジジジジって始まるやつ。これをこうやってやるとレコードがつくっていう仕組み、うん、で、ここにね、
ここでちょっとスピードがね、ここで調整できるんだ。へえ。っていうね、機械なんですけど、これをね、その、まあ、ホームセンターっていうか、リサイクルショップに借りに行ったんですけど、ああ、そこの人はすごくよくしてくれて、はい。いろいろ、おやらも持ってけよとか言ってくれたんですよ。まあ、ほぼほぼ借りたものっすよね、これ。そうそうそう。で、このレコードも、岩田がちょっとずずしいやつなんで、これもいいっすかみたいな感じで言ってたんですけど、今までめっちゃ、いいよいいよって感じだった人が、店主の顔がちょっと濁ったんですけど、まあなんか、断りもされなかったんで行っちゃったんですよ。すいません、許可も取らずに持ってったってことですか？いや、違う違う。なんか、いい感じだったら、確かに持ってって、俺。うん、で、なんか、おん、いや、うんま、うんま、うん、みたいな感じだったから、行っちゃおうとしたら、なんか、数日後にこれを買う予定だった人がたまたま来て、何これ持ってこいってなって。で、その人が、まあまあ分かったと。もう若者が頑張ってんだったら、まあ貸してくれるよ、みたいな。ことで多分貸してくれたんですよ。ただまあ、これなんかね、これやっけな、このね、このゼンマイをね、うん、まあ回さなすぎたらまあならないじゃん、回んないから、うん。ただ回しすぎると壊れるらしいんですよ。何その次元爆弾みたいな方式なんですか、これ。しかも俺壊したらもう再起不能になるらしいですよ。直せないの？なんか直すなんか技術がね、うん、もうなんかないんだって。めっちゃ怖いじゃんこれ。どうすんの、触りたくないもんなの。だからこれ本当危険なものなの。マジでやばいじゃん。しかもこれ高いでしょ。これは、うん、その高いです。あ、でも2万ぐらいだった。あ、これでも当時の、うん、あれは高いです。当時のその富裕層が持ってたものだっつ、うん、そうっすよ。この後に、うん、よくさあるさ電気のパターンのやつなんじゃん、うん、はいはいはい、あれが一般的に普及したらしいです。あ、これじゃ あよく見るやつじゃないんだね、これ。あ、これはこう本当にもう見れないやつだ、ね、本当にもう昔のやつだと思います。超貴重だね。でも2万だったけどな。確かに。まあまあまあ、ネウタンっていうのはよくわかんないもんですし。まあまあ、的なの。まあ、我々今月お金があるのも壊したら最後払いますけどね。いや、あのおっさんはね、もっと要求してくる。もうおじいちゃんかな、あの人は。こんな感じで、とりあえずまあ部屋は、そうですね。セッティングが終わったということで。まあいいんじゃないですか。いいっすね。このものを最後どこ、まあなんかもうちょっと ね、あと最終調整して終わりということで、明日から撮影ですね。いやー、どうなんですかね。まあなんか、まあ、うまくいきたいですね、ほんと。あんまね、こういうこと言うとあれかもしれないですけど、初めての挑戦というか、はい、そのがっつりと外部の人と撮るじゃないですか、うん、そうね。その呼吸的なのも分かんないですしね。確かにね。で、まあまあまあ、そう、あれですよね、そうね、怖いですよね、その洗脳系は。ちょっと今回はね、いろいろね、どうなるんだっていう、まあまあ、ね、炎上してからがまあいいスタートじゃないですか。俺でもあれですよね、僕らは別にもう終わりっすよね。そうですね、あとはもうプイッてしとけば帰っていってます。まあまあまあ、プイッてしとけばいろいろあるんでね、近くのホテルで僕らは頑張ってますけど、はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。